皆さんこんにちは。今回は、ついに2期制作が決定した人気作品、幼女戦記を紹介するぜ。またえらく興奮してるな。そんなビッグタイトルなのか？超ビッグタイトルだよ。街角魔族の2期決定ぐらいの衝撃だわ。6月19日に、2期制作進行中という案内の含まれた動画がついに公開されたぜ。放送時期はまだ未定だけど、時期が決定すればまたアニメ業界が盛り上がることになるだろうな。へえ、そんなに影響力ある作品なのか。幼女戦記の原作は漫画と思われがちなんだけど、実はライトノベルで、原作者はカルロゼン先生、2016年に角川文庫から発売されたんだけど、その以前から、アルカディアっていうオンライン小説サイトに、2011年頃から投稿されていた作品だぜ。え、ってことは無料で読めたの？昔はな、もう今は商用用として発売されたから投稿は消されていたぜ。さすがにもうないのか。幼女戦記の原作は受賞歴もあって、2018年にはこのライトノベルがすごい大賞で単行本ノベルス部門の第3位を受賞しているよ。だからストーリーもかなり練られていて面白いぜ。実際アニメ化が発表された当時の本屋には、大量に幼女戦記の原作が積まれていたしな。そういえばこの表紙、私も本屋で見たことあるわ。そして2017年に人気が高まる中初アニメ化、制作はナットという新しいスタジオが手掛けたぜ。このナットってスタジオは、アニメ版ちはやふるのプロデューサーを務めていた。角木拓也監督が新規で立ち上げたスタジオで、幼女戦記の他には最近放送されたデカダンスも制作しているよ。そんな話題作を新規スタジオに任せるなんて、結構チャレンジだったんだろうね。まあその結果、幼女戦記は最近のアニメ作品でもトップレベルの大成功を収めたぜ。その人気ぶりはすぐに収まらず、2019年にはアニメ版の続編として、劇場版幼女戦記も放映されたよ。劇場版にまでなるってすごいね。そして劇場版から2年の月日が経った2021年の6月19日、2期制作は秒読みと言われていた幼女戦記が、ついに2期制作正式決定したってわけだよ。そりゃファンからしたら楽しみで仕方ないわな。待ってた方おめでとうございます。てかすごい気になってたんだけど、幼女っていうぐらいだからもちろんロリ作品なんだよね。どんな可愛い幼女が登場するの？やっぱりフリフリのイカにもってこ？まさかさっきから少し映ってる、いかつい顔した子じゃないよね？そのあたりも含めてストーリー紹介に行こうか。主人公はターニャ・デブレチャフ少佐、タイトルに書いてある幼女だよ。いや、ちょっと待って、どう見ても鬼の形相してんじゃねえか。でも9歳だから幼女だよ。あ、はい。実は主人公ターニャは、もともとこんな幼女の姿をしていたわけじゃないんだ。物語のプロローグで主人公は30代のサラリーマンなんだ。え、まさか。そのまさかだぜ、彼は唐突に謎の存在 X によって命を奪われるんだ。次に目覚めた時には、元の世界の記憶を保持したまま。魔法を駆使した戦争が起こっている異世界に、女の子として転生していたよ。がっつり異世界転生ものじゃねえか。そうなんだぜ、ミリタリーものと結構思われているんだけど、がっつり異世界転生ものなんだ。異世界に女の子として転生したターニャ、しかし幼少期は孤児院で貧しい暮らしにうんざりとした日々を過ごしていた。そんな彼女は自分に魔力適性があることを知り、貧しい暮らしから抜け出すために士官学校へと進学するよ。普通に努力家なんだな。いや、努力家というよりは合理主義者かな。合理主義だからこそ、戦争が日常的に起こっている異世界で平穏に暮らすには、軍人になって早く昇進し、平穏な軍上層部での生活を希望しながら戦場を駆け回っている感じだな。なんかそれ、あんまり報われなさそうだな。そうだな、実際ターニャは頭脳明晰な上に、少しチートっぽい道具も持っているから。魔法能力は突出していないんだけど、戦闘でも圧倒的な戦闘能力と指揮能力を誇っているんだ。だからターニャが安全や保身のために行った作戦でも、圧倒的な戦果から常に最前線の戦闘地域に派遣されてしまっているぜ。本末転倒じゃねえか。幼女戦記はそんな最強軍人ターニャが、平穏安定な生活を目指し奮闘する様子を描いた、アクション多めのストーリー構成になっているぜ。見るからに戦闘要素多めな感じだもんな。幼女が可愛く戦う作品かと思ってたわ。むしろ真逆だな。ターニャは自分の命令に従わない部下は結構冷徹に処刑すると命じるし、人の感情とかもコストとして捉えて考える合理主義者だから、フリフリ要素は全くないな。心がぴょんぴょんするような幼女要素はもう諦めました。
この動画では詳しく話さないけど、ストーリー内には暗躍する組織や、さっき現世で元のターニャを殺めた、謎の存在 X の陰謀とかも絡んでくるからストーリーの奥深さもかなりあって、非常に楽しめる作品となってるぜ。そういえば異世界転生ものだったな。もちろんターニャの成長も垣間見えるぜ。使えない部下への対応が次第に変わったり、結構リアルな人間関係の描写も多いよ。そこが幼女戦記が人気な理由でもあるけどな。ただ強い軍人が無双するんじゃなくて、心理戦とか戦略とかが結構細かく描かれるんだ。それはいいね。戦闘シーンってただただ無双されたらちょっと萎えるもんな。あとは主人公アーニャを、人気声優の結城葵さんが演じているんだけど、演技がえげつないくらいに上手いから、ぜひとも注目して視聴してほしいぜ。窓マギの主人公やってた声優さんだよね。こんな難しそうなキャラも演じてるのか。1期はエンディングもターニャとしてかなりかっこいい曲を歌っていたから、2期でエンディングどうなるかが今から楽しみだぜ。かっこいい幼女が策略と知能を活かして、異世界の戦場を駆け巡る名作、幼女戦記。2期の放送時期はまだ未定なので、この動画で興味を持った方やもう一度見直しておきたいって方は、今のうちに1期の全12話と劇場版を、ぜひ視聴してみてね。私も2期までに絶対見ておくわ。本日の紹介は以上だぜ。アニメ作品紹介動画を週1程度で投稿してます。動画が面白かったらチャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとうございました。